走り回るのは楽しかったので、次は絶対に勝ちましょう。さあ、緑のうさぎさんも一緒に頑張りましょう。あの、ご主人様、アリス、もしかしてお二人も私が手を抜いてると思ってますか？え？どういうことですか？緑のうさぎさん、手を抜いてたんですか？私にもよくわかりません。私は頑張っているつもりだったんですけど、他の方には手を抜いているように見えるみたいで、やる気も必死さも感じられないって。そんなことないって思ったんですが、やっぱり皆さん私とは全然違いました。汗を流して目もキラキラしてやる気にあふれてました。こんな私がゲームに参加し続けていいんでしょうか？相手を任す覚悟も踏み台にする勇気もないくせに。私もうここまでにしたいです。はい。え？緑のうさぎさん、優勝したくないんですか？したくないわけじゃありません。でもできないんです。他の人たちに勝てそうにありません。勝ち方がわからないんです。みんなで楽しむものだと思ってたのに、今悔しがる人や落とされる人がいて、ゲームをすることがすごく辛いんです。え？勝ち方がわからないなんて不思議ですね。今まで全部勝ってたからここまで来たんですよ。それはお二人がとてもお上手だったので、私は皆さんの邪魔になってばっかりです。ご主人様、最初のゲームの時に怪我をされていますよね。今も包帯を巻いてます。いつもより肩を使わないようにされてますし、洋服に厚みがあります。二つ目のゲームは私がおかしなことを言い出してきちんとプレイもできなくて、相手チームにも失礼なことをしてしまいました。さっきだっていたのが私でなければもっと楽に勝てていたはずです。途中でカゴをひっくり返してなければ。それにファルクバンが転んだ時助けに行ったりしなければ。そうですよ、緑のウサギさんがいなかったらそうはなってないはずです。そんなはずありません。私はもうお二人に迷惑をかけたくないんです。だからここで終わりにした方が。はい。そうですよ、私は優勝してウサギさんたちと一緒に記念写真を撮りたいです。だから頑張ってるんですよ。私はもちろんメイドカフェを守るために。え、それはそんなことは。いえそんなことはありません。私にとってかけがえのない友達です。失敗だらけの私を信じて大切にしてくれる人たちです。何かと比べることなんてできません。本当ですか？二人がここに来てるんですか？
じゃないよ。そうだ、メンバーが二人いる。私、そんな友達は。さっきソーダが言ったこと、負けたらその時はその時、それでも挑戦はしないと。それはそうですけど。ソーダ、あなた任せになってしまってごめんなさい。重荷に感じるならやらなくてもいいのよ。うさぎさん、緑のうさぎさん、とっても苦しそうです。やっぱりここで。私やってみます。あ、緑のうさぎさん大丈夫ですか？はい、私を信じてくれた二人に諦めるところを見せたくありません。せめて頑張ったって。ソーダにしては本当に頑張ったって認めてもらえるように一生懸命頑張ります。あー、よかったです。またゲームできますね。私も頑張ります。